Engine for the Life。車で行こうです。以前番組ではフルモデルチェンジしたプジョー308をご紹介しましたが、今回は新たな個性をまとったプジョー308 GTI by プジョースポールを特集します。プジョーのレーシング部門としてサーキットからラリーまで幅広い活動での実績と多くの栄冠を持つプジョースポールがチューニングを施したコンパクトハッチバック。この車の走りとっても気になりますよね。それではポイントから見ていきましょう。プジョーの人気ハッチバック308に最強のスポーツ性能、それを実現させるためにプジョースポールの持つノウハウを注ぎ込んで完成したプジョー 308GTI by プジョースポール。エクステリアデザインは鍛え抜かれたその走りを想像させるような迫力を感じる仕上げになっています。インテリアは赤と黒を基調にした仕立てを施し、高い走行パフォーマンスを予感させます。また室内空間も十分に取られ、ベースモデルの308の譲りの快適性の高さも健在です。パワートレインは 1.6 リッターターボエンジンと6速マニュアルの組み合わせ。足回りのセッティングもプジョースポールの技術と感性を注ぎ込んでチューニングされ、信頼感のある走りを実現します。ラインナップは最高出力270馬力と250馬力の出力違いで2グレードを用意。プジョー 308GTI by プジョースポール、価格は385万円からとなっています。ベースとなった308も優れた走行性能の持ち主でしたが、このプジョースポールが手掛けた特別なモデル、実に気になりますね。そうですね。 CM の後はいよいよ試乗に行きます。エンジン for the lifeプジョー 308GTI 270 by プジョースポールというモデルに今日は試乗しています。今までのプジョーの市販車の中でも最もスポーティー、速い車だという触れ込みなんですね。で、実際そのスペックを見てもそうなんですけれども、意外や意外、とても洗練された乗り味を示してくれます。さすがにロードノイズはちょっと大きめに出るんですけれども、 FF で270馬力を抑え込みつつ、この薄いタイヤを履いてこの乗り心地というのは、さすがプジョーの足回りの技術、この高さを嫌顔にも感じざるを得ないと、そんな印象を受けます。エンジンに関しても今もう6速に放り込んでいるんですけれども、時速60キロぐらいまで速度が落ちても全然嫌がらずにスムーズに走ってくれます。その60キロから例えばアクセルをスッと踏み込んでも、エンジンしっかりと反応して速度をグッと増していってくれますね。このベースになったプジョーの308という車は以前番組でも紹介してるんですけれども、このセグメントでやはりその常にベンチマークとして存在するゴルフ、これに勝るとも劣らない実力を持っている、そういう認識を僕自身持っていたんですね。じゃあこのスポーティーモデルの GTI という車がゴルフの GTI に対してどうなのかっていうあたり、非常に興味があるわけですが、この少なくともスペック面では、今回このプジョーの308GTI、 ゴルフの GTI を超えてきましたよね。ただこの 308GTI の場合は6速マニュアル、それから左ハンドルのみという設定なので、やはりそのユーザーというのはかなりこう絞られると思うんですけれども、個人的には左ハンドルのマニュアルでも、苦にならない方なので、この車、かなり気になっています。この後はワインディングロードに持ち込んでこの車の実力を引き出してみたいと思います。さあ、ワインディングロードに入ってきました。今日は雨ということで、高性能の FF 車にはかなりシビアなコンディションなんですが、この路面への接地感、これはもうすごいですね。これ足回りがダメだったり、あとそのタイヤのグリップが不足していると、結構その高性能の FF 車の場合はあっけなくフロントの内側が空転してしまうようなことがあるんですが、このハイグリップタイヤ、そ
そしてそれを上手に使いこなしているサスペンション、それを支えているボディ、そういったものがトータルで、この270馬力という、スペックを、しっかりとこなしています。しかもこの車のすごくいいところは、アクセルをぐっと踏み込んでいっても、いわゆるトルクステアと言われるステアリングを取られる、そういうものが一切感じられないんです。そういうセッティングがしっかりとできています。このセンターコンソールにあるスポーツというボタンをちょっと長押しするとメーターがレッドに変わってダイナミックモードになります。よりアクセルペダルの操作に対してエンジンの、つきが良くなりますね。グッと踏むと、スッと出るようになります。それから、まあ、なんといっても音が変わりますよね。このアクセルを踏んでいった時の豪快なサウンドを楽しめるということですね。ハンドリングなんですけれども、もうこれは、一般道では能力の全てを使い切ることは絶対に無理ですね。サーキットでもしっかりと走るべくチューニングした、足回りですから、その分このぐらいの走りでは余裕しゃくしゃくなんですね。この308という非常に優れた、車、これの持ち味をほとんどスポイルすることなく走行性能をぐっと高めているということ、スポーツカーのように分かりやすいモデルではないのかもしれないけれども、実際に生活に取り入れて長く付き合ってみると本当にどん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 好きになっていく可能性が高いと思いますね。まあ、日常的な使い勝手とそれから非日常の走りの楽しさ、その両方を一台で同時に欲しいよという、そんな人にはぴったりの車だと思います。それでは安全性の評価に行きましょう。プジョー308 GTI バイプジョースポール、バツがいくつか並んでます。これともちゃん、先進安全装備系というのは残念ながら装備がね用意されてないんだよね。はい、はい、ということで今回の安全性評価頑張りましょうとなります。そして燃費なんですが、今回はおよそ396キロ走ってリッターあたり 11.4 キロでした。どうですか。はい、私は五郎さん270メインで試乗されてましたけど、うん、私250も乗ってみたんですね。はいはい、そしたらあちらは18インチの足回りということで、まあ、しなやかに路面を捉えていく、でもシートは面を、うん、が体圧を支えるような、うん、すごく座り心地のいいシートで、うん、まあ、この優しさも捨てがたいなって思いましたね。僕もね、かなり同感かもしれない。270、250、迷いはね、まあ、その話は後でまたゆっくりするとして、はい、どうですか。まあ、今回は本格スポーツモデルということで萌えポイントをご紹介します。まずはホイールなんですが、270は専用の19インチのアロイホイール、レッドキャリパーもついています。そしてリアはハイスペックなモデルを象徴するデュアルエキゾーストエンドになっています。ちなみに実用性しっかり備えているのも308ならではだと思うんですが、うん、ラゲージスペース、これしっかり容量確保していますよね。そしてスポーツシートですが、この270の場合は肩や腰のホールド性を高めに確保したバケットタイプのシート、その一方で250の方は乗り降りがしやすい形状でアルカンターラ素材を用いたスポーツシート、こちらも良かったですね。そしてプジョーらしさ感じられるこの象形スポーツステアリング、これ上下の高さが変えられるチルトプラス、あと前後が調整できるテレスコピックもついていて、これドライバーのポジション合わせやすいですね。そしてストイックにスポーツ性を追求した270、うん、さらには街乗りでも快適性、日常に馴染む250、どちらも魅力的なモデルでした。うん、そうですね。ちなみにクープフランシュと言われているツートンカラー、はい、あれは270専用のオプションだそうですね。だいぶ目立ちそうですね。はい、この後はインポーター担当者の方へのインタビューです。それではプジョーシトロエンジャポンの花房さんに、このプジョー 308GTI についていろいろとお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フランス車とかプジョーファンって、はい、結構スポーティーなものが好きだし、はい、プジョーも昔からスポーティーなものっていろいろ出してきてるじゃないですか。はい、そんな中で今回のこの GTI、はい、特にこちらの270、はい、どんな位置づけのモデルになりますか。はい、
私どもでこれまで出してきた中で、プジョーのブランドとして量販車で最強のホットハッチを作ろうということを考えまして、これまで208のみついていた、バイプジョースポールという名前を308にも新しくつけて、より強力なイメージを押し出していこうということで開発いたしました。今出たプジョースポールというもの、はい、これはどんな組織なんですか？はい、もともとWRC、世界ラリー選手権で名を馳せた、コードライバーだったジャン・トッドという男が、大活躍したことで、時のオートモービルプジョーが、依頼する形で、プジョータルボスポールという名前で1981年に創設した、プジョーブランドのモータースポーツ専門の部署でございます。まあ、プジョースポールというのはサーキットもそうだし、ラリーでもそうだし、輝かしい活躍をしているわけですよね。そうですね、それ以外にもルマン24時間ですとか、あるいは F1 にも参戦した経緯がありまして、今年の初めには、南米のダカールラリーで、2度目の参戦で優勝しております。その、レースとかラリーのプロ集団、プジョースポールが、この車をどんなふうにこう開発に携わってかかってきたんでしょうか？308を新しくしまして、シリーズとしてプジョースポート何かやっていけないかということで絶えず話し合っていて、パワートレインですとかデザインとかそういったものはもう最初の段階から開発を始めております。なるほどね、そうすると、当然そのプジョーのエンジニアの人たちと、それから、プロ集団ですよね、プジョースポールという、これが話し合ってこういう車でこういうふうにしたいなんていうのを、こう頂上発信でやり合いながら作り上げたんでしょうね。はい、そうです。今回こちら270、それからこちらにある250、これは馬力が、そのままネーミングになっているそうなんですけれども、2種類作ってきたというのはこれどんな狙いなんでしょうか？もともと270馬力ということで270を作ったのがスタートなんですけれども、やはり308という車が持っている特性を生かすには、やはりファミリーユース、これはもう不可欠だということもありまして、少し乗り味が柔らかくて、それでいてホットな部分はちゃんと残っているという車をもう一つあってもいいんじゃないか、270から派生した形で250を同時に出したというのが実際です。さっき価格表を見たら、50万円ちょっと安いんですかね？そうですね、51万円ほど安いです。結構違うなと思ったんですが、乗ってみたら、意外にこっちいいんですよ。そうですね、乗り心地が良かったり、かといって全然遅くなかったり、いや僕こっち自分で乗るならこれかなと思ったんですが、今どうですか？初期の受注でどのくらいの割合でこれとこれは売れてるんですか？今ですね、実を言いますと270馬力の方が270の方が、8割から9割近く売れております。意外ですね、それは。そうですね、こういう尖った車もまだまだ受けるなという感じです。そうですね、今回この308GTI、両方乗せていただいて、僕が思ったのは、なんか本当にオールラウンダーだなと思ったんですよ。スポーティーにも走れるし、その気になればサーキットも行けちゃう、でも街中も快適に走れるよ、どんな方にお勧めして、どんな方に乗ってもらいたいとお考えですか？やはり私どもとしては、もともとスポーツカーが好きな方は当然ですけれども、これまでファミリーユースで乗ってこられた方が、お子さんが大きくなってきて、少し、時間とお金の余裕が出てきた、ファミリーの方々にも、ぜひ一度乗っていただいて、そういう方々に、改めて若い頃の尖ったスパルタの車に戻ってみませんかっていうメッセージを発しながら、それでやって、使い勝手も実はいいという、そういう柔らかいこうスパルタの車ってちょっと面白い方ですけど、確かにね、そういったものをちょっとターゲットにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは評価に行きましょう。僕の評価はこのようになりました。丸、洗練と刺激の融合ですね。洗練だけを追求するのはそう難しくない、それから刺激だけを追求するのもそれほど難しくない。ただし両方を高いレベルで両立しようとすると、これね、本当に難しい車作りになる、それを見事にやってのけているということが、僕としてはもう20丸つけたいぐらいですね。まず
これは外観の差別性がもう少し欲しいなということです。これはノーマルの308と比べた場合に、これはツートーンカラーじゃなくてシングルトーン、一色の方のカラーを選ぶと、もうちょっとなんかこう尖っていてもいいのかな。実は僕この車自分で買いたいと思うぐらいの目で見ているとなんかちょっとそういうところが物足らなくなってきてしまうんですが、長く見て付き合っていくと、まあ、それも悪くないのかなと思いつつこれを×にしました。はい、私は丸なポイント、これは家族でもスマートに乗りこなせる洗練されたスポーツカーなんじゃないかと思いました。まあ、プジョースポールが磨き上げたスポーツ性を日常で堪能しながらも快適にドライブができる、実用性を備えている点でも一家に一台の車として十分対応できるんじゃないかと思いました。そしてバッテン、これはカップのコーヒーは一つしか置けないと。これはセンターコンソールやドアポケットはデザイン優先の作りになっていて、ちょっとドリンクはペットボトル限定になりそうかなという感じがしましたね。フランス車ってそういうの多いよね。多いです、はいはい。というわけで2人の評価このようになりました。エンジン for the life